いけいけ森戸の砂丘。バックハンドめっちゃうまいんですよ。これドッジボールやったわ。いかに泥団子磨いてます再生回数が最も多い1000万回超えです。これ桁違いますね。すごいですね。なんでだろうね、こんなに。将来の目標を教えてください。オリンピックで金メダルを取ることです。それにしてもそんなに見るっていうぐらい見られてますよね。再生回数1番ですもんね。1043万回。すごい。全卓球人口が見たぐらいな勢い。あ、落ち着いてますね。あ、それあるんだよ。ソラは物怖じしない。本当物怖じしない。小学生と思えないですよ。本当に貫禄がすごい。冷静に。ちょっとムチッとした体で。なんか余裕ありますね。これぐらい身長差があると結構本当に違いそうですよね。不利な感じが。まあ、や卓球はおそらく、そういえば、なんだろう。格闘とかに比べてまだその体の大きさが影響少ないスポーツではあると思うんですけど、やっぱり身長高い方が有利かな。じゃあこれはかなり不利な、めちゃくちゃ不利ですね。この身長差でフォア前って言って、フォアの短いところにポンってボールを落とされちゃうと前に出なきゃいけないじゃないですか。前に出たと深くされちゃうともう苦しいし、すごい不利な状況ではあるんですけど、まあ、ソラの場合特徴としてバックハンドめっちゃうまいんですよ。だからやっぱバックハンドを強く振れるんで大きく動く必要がないっていうのはありますね、だからちっちゃくても若くても上の方に通用する。おお、チキータですか。チキータ、チキータですね。チキータからあんなにバック普通振れないから、なんなら僕が小学生の時とかってバックハンド使ったら怒られてましたもん。バックハンド甘えだって言われてて、動けって言われてて、フォアハンドで、そう、もう今日あの2人がやったあの一本一本のフットワークみたいなのも常にああいう動く練習、はいはい、Here we go!ぶっちゃけ今あれっすよ、
トレセンで一緒に練習やって、ほんと勝ったり負けたりですね。もう志望選手ですか？中1で。もう最近ずっと自粛期間見てて、すっげえ伸びたなって思うもん。若さって恐ろしいなって思いますよ。ちょっといやいやいや、まあ、25のやつが何言ってるんだって思われるかもしれないけど、本当に一つの地震とかきっかけでボーンって伸びるから怖い。恐ろしいです。小さい時からやってないと強くなれないってわけではない、わけではないんだけど、実際にこうやって今トップにいる選手を見てても、必ずと言っていいほどちっちゃい時から、日本を取ってる人たちが多いですね。本当に唯一と言っていいぐらい、あの大島優也選手、早稲田大学出身で今木下グループの大島優也選手は高校までほぼ結果がない、本当にインターハイベスト32とか16とかぐらいで、大学に入って一気に強くなって世界卓球にも常に出続ける選手になった。へえ、じゃあ珍しいタイプなんですね。珍しいタイプですね。ダブルス一緒にされてましたよ。そうです、ペアで出させてもらってて、で実際にじゃあその強くなった時期どれぐらいやってたのって聞いたら、まあ、大学生なんで授業に行って規定練習をやって、その後もう本当に2時3時まで練習をやって帰って、で一限にまた行ってみたいな生活をしてたらしくて、練習量ですね、やっぱり練習量だよねっていう話をしたりしてて、ね。11歳というと師匠はどんな感じでした？11歳の時は。11歳の時はポテトチップス食べながら漫画読んでた。あれでも卓球はもうもうやってるやってるやってらっしゃるんですよね。バリバリやってるやってるけど、何やってたんだろう11歳。小学校5年生とか。小学校5年生でどっちボールやってたわ。どっちボール。うん、もうあの学校の友達とドッジボールをやって楽しんでた時期に彼は国際大会に出てると。すごい、本当差を感じるわ。そう考えると逆に11歳の時何やってた？11歳の時はでもいなくなったんで、うん、そう、うん、木登りとかしてたかな。ピッカピカに泥団子見た。ピッカピカの泥団子作った。あの砂つけてめちゃめちゃこすって、公園に隠して次の日も行ってこすってピッカピカの、かわいいね、正常です。ピカピカの、その頃でも松島選手は国際大会に出てました。11歳だから、その差ですよ。ドッジボール国際大会、泥団子国際大会、差がすごいですよ。ピカピカの泥団子。